ここは動物園なの？自分で作った檻に自分で入った変わった動物のいるところ。フレイヤ、フレイヤ、アトリエか。間違いない、奴は中にいるぞ。よし、行くぞ。テロリストめ、目に物を見せてやる。いつもこじれてから私らを呼ぶんだろう。ぼやくなよ、失業保険で食いたいのか。それが平和ってもんならね。A 班位置につきました。 B 班準備 OK。 C 班 OK。 犯人に着く。君たちの要求する装甲車はすぐに用意はできない。空港までの安全は保証する。子供だけでも解放してくれ。うるせえ、時間稼ぎはうんざりだ。あと10分だ、子供から殺すからな。よし、集合、作戦ブリーフィングをやるぞ。いいか、空港へは別々の道を2班に分かれていくんだ。順路はこれだ。裏通りや狭い道は避けて大通りを行く。おい、どこへ行く？便所だ。なんか知らねえが、偉そうに。Thank you.
人質がいるのにガス弾を使うのか。違うぞフロア、みんな捨てろ。くそ、お前は全く運がいいぜ。逮捕だけで済んだんだからな。ママ！あんた、マミ！二人の声、ブリアレオス！エヴァス！エヴァス！うん？しまった！伏せろ！ウビトラップ！なんだ今の爆破音は。分隊長、分隊長、裏口で仲間が二人殺されてます。やられたな。逃げるためにわざと俺たちに捕まったんだ。おそらく手足はサイボーグ強化してあったんだろう。役者が一枚上手だったのか、それとも仲間を犠牲にしてでもやり遂げなければならない目的があったのか。腐ったね。昼間の礼を言っておこう。ここには来るなと言ったはずだ。予定していたメンバーが全員殺されたのは知っての通りだ。代わりの兵隊がいる。ランドメイトは目鼻がついている。兵隊が揃い次第タルタロスブロックをやる。ここを訪ねていけ。ネレウス、何者だ。情報屋だ。情報屋、今時そんな人間がいるのか。いるさ。戦争が終わって世界が一つになってもスパイのあんたがいて警官の俺がいるんだ。情報屋がいても不思議じゃないだろう。OK ブリオ、もう外していいぞ。君の特殊網膜の残像の中にあった犯人の顔とデュナンの選んだ写真の顔が一致したよ。やれやれ、何者なんだこいつは。通称 AJ セバスチャン、フリーのテロリストってとっかな。リストの A ランクに登録されている大物だ。先日こいつがオリンポスに潜入したのを特捜の連中が嗅ぎつけて乗り込んだまでは良かったが、あとはあんたの知っての通りだ。何か大きな計画が進行しているんじゃないか。おい、デュナ。あら、ブリアレオス、もう終わったの？何やってんだ。レポートはもう提出したんだろ。早くしないと瞳の帰る時間に間に合わないぞ。うん、今終わるとこ。来週荷物を受け取る？ああ、現場に残っていたメモにそうあったそうだ。なんだそりゃ。さあ、きっと何かの暗号だろうが、興味を持ってもしょうがないことだ。どうして？根こそぎ特捜部の奴らが持ってきやがった。特捜って行政総監直属の？持ちは持ちや。スワットはシューティングに徹してればいいんだと。おい、今のは何の書類だ？捜査課への転属願い。えー、なんだって？本気か？おい、あいつの頭にブレッドを叩き込んでやるの。
今回は手ぶらのようだな。その方が助かります。瞳がモルモットを連れてくるたびに監視を増やしているんです。経費だってバカにできません。仕方あるまい。立法院は議会の承認を受けてやっているのだ。ちょっと失礼します。タヌキどもめ、テロリストだけでも手を焼いているというのに。実験といえば聞こえはいいが、不安定な要素を持つ人間ばかりの移民を奨励しようって、せっかく手に入れた平和を何だと思っているのだ。そういえばこの間連れ帰った二人はなかなか活躍しているそうではないか。ああ、ポリスとしては有能ですが、人間としてはムラがありすぎます。失礼します。そうか。何、全滅、逃がしたというのか。ニケ、さっき話した二人何と言ったかな。リュナンナッツとブリアレオス・ヘカトンケールですが。使えそうか。我々の駒としてですか。みんな飲み物は行き渡ったかな。それでは我々を廃墟から救い出してくれた瞳城の帰還を祝して乾杯。乾杯。ここに集まった連中はみんな瞳によって外の世界から連れてこられたものばかりだ。かくいう私も数ヶ月前ブリアレオスと共に廃墟をさまよっているところを瞳によって助けられたのだ。そして町に帰ればケースワーカーとして帰化した人々の面倒を見たりしている。それが仕事だと瞳は言っていた。一応公務員だ。夜勤なんでね。今日は午後9時のシンデレラさ。あー、つまんないつまんない。休んじゃいなさいよ。ああ、こんなところで管巻いて、ほらほら迷惑かけるんじゃないよ。何よ。あーカロ、元気出してね。ほら、ひとみ、水。お、おい、ひとみ、相手が違うだろ。Okay.
足をやられてるぞ。おい、大丈夫か。足をやられた時に電気系統も行かれたらしい。ハッチが開かん。それより一匹上流に逃げた。追ってくれ。分かった、あとは任せろ。こちら OTB。 ん？おい、今から声明文を発表する。本日我々自由人間解放同盟はバイオロイドの総本山というべきタルタロスブロックを襲撃した。これは警告である。本来人間に奉仕すべき道具として作られた種族にもかかわらず、戦後の混乱に乗じて世界を乗っ取り、今や地球の主人面をしているその態度は断じて許されない。アマスさえ治安維持強化の名目で地球各地にロボットポリスや多脚砲台を配備しようとするこの度の計画は、正義の仮面の下で世界の完全支配を目指すバイオロイドの野望がいよいよ本格化してきた証拠である。今からでも遅くはない。新型ポリスシステムの配備を中止せよ。国家の自由な再建に干渉するな。実権を人間に返還せよ。警告を無視するならば次の行動に移る準備がある。人間に自由を。それだけか。は？それではそこいらにたむろしているありきたりのテロリストの口上ではないか。はあ、それだけのことのために危険を冒してこのオリンポスに潜入したというのか。それで被害の方は？はい、主に情報関連の施設がかなりのダメージを受けました。失われたプログラムやバイオロイドの個人データは双子バンクを使用して調査中です。
新生児エリアの方は幸いにも難を免れて無事でした。目下急ピッチで復旧作業を進めていますが、7日はかかると思われます。やりたくないね。ねえブリアレオス、昨日のタルタロスのことなんだけど。ああ分かってるさ、きっとヤツに違いない。俺たちが逃がしさえしなければ。うん、俺も今朝捜査課に転属願いを出してきた。ブリアレオス、受理されなかったら二人で休暇を取ってでも探すんだ。ご覧いただいています多脚砲台はテスト用で人が乗るようになっていますが、来年度から実際に各地に配備されるものは全てコンピューター制御によるロボットタイプです。末端の状況に関しては個々に搭載されたコンピューターが判断を下しますが、全体のコントロールはオリンポス全土の都市機能を制御する大コンピューターガイアが行います。ロボットポリスの配備については賛否両論がありますが、このところ不穏な動きを見せ始めている旧大国の動向を考えますと、再び戦乱の時代を復活させないためにもある程度の治安強化は必要ではないかと思われます。では次のニュースです。多脚砲台は今日の公開テストが終わり次第ドックに入る。やるのはその時だ。デュラント・ブリオはいるか。お、なんだなんだこの部屋は。エマージェンシーコールがあったらどうする気だ。総監からの出頭命令が出たるというのに。はい、オリンポス南第四分署ブロンクス部長だが、ブリアレオス、ブリアレオスは今外出中ですが。わかりました、では伝言をどうぞ。どこの誰か知らんがカメラを直せ。転属願いを出して早3日、何の音沙汰もなしか。敵の方も変化なしだし。とは言っても議会はロボットポリス配備の方針は変えるつもりは毛頭ないんだ。そのうち絶対奴は動き出す。危険だがその時こそチャンスだ。うん。あ、どうした？カロン！よう。この間は災難だったそうだね。いや、君らも墓参りかい？うん、エヴァンズの。カロンも？いや、この花は俺の妻にフレイヤの命日なんだ。ありがとう、君らに来てもらって妻も喜んでるよ。あいつも君らみたいにバイタリティがあれば死なずに済んだもの。奥さんどうしたの？自殺したんだ。この街に適応できなくてノイローゼになった挙句アパートの窓から身を投げたのさ。いや、殺されたのかもしれない。生きていくには繊細すぎたんだ。出来すぎた環境が窒息させたんだよ。そんな、どうして？こんなに素晴らしい街なのに。確かに俺も最初はそう思った。ここにいれば何の不自由もない。最低限の努力で何でも手に入る。おかげで物をめぐってのいさかいや競争はなくなった。それはそれでよかった。でも欠陥がなかったわけでもないんだ。
生きる上での矛盾や葛藤まで否定してしまった。では自然の条件が淘汰してくれるかといえばそれもない。そういう場所のことを動物園って言うんじゃないのか。これはフレイヤの受け売りだよ。俺もバカなと思っていた。フレイヤが死ぬまでは。でも私にはみんながそんな風には見えないわ。それはこの町の人間の 80% がバイオロイドだからさ。彼らは生まれる前からこの都市に合うように調整されてるんだ。この町の人間の 80% がバイオロイドだからさ。彼らは生まれる前からこの都市に合うように調整されてる。例の仕事終わってるかい？ええ、さっき終わったばっかりです。なかなか難しい作業だったから手こずりましたよ。すまんな。ご注文通り走行の厚さをノーマルの2分の1にしておきましたよ。うん。でもいいのかな、これじゃ防弾効果はほとんど望めませんよ。構わんさ、大事なのは最初の一瞬だけさ。圧倒的なスピードで相手に反撃の隙すら与えなければいいんだ。はあ、でも上司に知れたら厳罰者ですよ。明らかにスペックに反してますから。もちろん黙っててくれるよな。そのために全額キャッシュで払ったし、チップも弾んだんだ。はあ、子供は余計な心配をしなくてもいいよ。ん？あれは？ん？ああ、あれですか。あれはジュナンさんのギュゲスですよ。あの人ランドメイト使いが荒いから、前のカドモスも修理するよりスクラップの方が早いって言ったら渋々買ったんですよ。もちろんローンですけどね。そうか、強敵だな。え、ライバルでしょ。そうだな。してどこ行くの？何やってたんだよ。ごめん、シャワー使ってたの。何？男に会うわけじゃあるまいし。相手が女だからよ。よく来てくれた。はっ。まあそう固くならずにかけて楽にしたまえ。本日ただいまより君らは私の指揮下に入って、ある人物の捜査逮捕に当たってもらう。その人物は君らもよく知っている男だ。 AJ セバスチャンですね。私の部下が情報を得て密かに内偵中だったのだが、結果は最後の爪を焦って全滅だ。これは非常に異例なことだが、君らの腕前を買ってのことだ。上司にはすでに許可を取ってある。必要な情報は特捜部でいつでも渡してくれるようになっている。早速かかってくれ。ただし
他言は無用だ。つけてたね。立体ホログラフってやつだな。私たち人間とは直接口が聞けないってか。というよりは信用されてないってことだな。腐ってね。でどうすんの。やるさ、公僕だもんな。ブリアレオスだぜ。何やってんだい。突然休暇取っていなくなったと思ったらこんなところでへばってるなんてよ。新婚旅行に行ってたんでないの。男を漁りまくってるって話聞いたぜ。バーン、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 バーン。ああそうだ、ブリアレオス、メモリーに伝言が溜まってるぜ。女からの伝言があるかもよ。なる。本当にあんた一人で大丈夫なのか。これ以上仲間を調達している暇はない。あんたは予定通り多客放題を奪ってくれればいい。ターゲットがあの二人と同じ家に住んでいるとはな。あの二人のことは俺の方がよく知っている。俺一人で行く方が楽だ。奴らそんなにできるのか。あんたは運が良かっただけだ。頭もな。待たせたな。移動するか。その前にやることがある。ブリアレオス・ヘカトン・ケールはどうしたと聞いてるんだ。何、休暇中。一体いつ戻ってくるんだ。おお、もしもし、もしもし。俺たちに情報を売っている一方で警察にも情報を売っていたの。ああ、店さえやっていれば生活が保障されるって言い方に向いてなかっただけさ。二重スパイというスリル以外どんな物質も贅沢もこの男の人生を満足させることはできなかったんだ。ここで別れる。二度と会うこともあるまい。そういや名前をまだ聞いてなかったな。俺はセバスチャン。カロン、カロン・マウソロス。
レオス、久しぶりだ。ああ、テレビ電話虫が好かん。すまんがカメラカメラしてもらうよ。いいネタがあるんだ、聞きたくないか。あのじじい、まだこんなことやってるのか。誰？前に俺の情報屋をやっていた男だ。ネタは確かなんだが、襲撃の犯人に関しての情報だ。聞いて損はないと思うがな。待ってるぜ、場所はここだ。ダウンタウンでバーネレウスという店をやってる。では。いつ？アテナ総監と会った日だ。ブリアレオス、まだ返事をくれないところを見ると疑ってるね。いいだろ、少しでも教えてやろう。この事件には警官が絡んでいる。え？な？わしはその人物を知っている。テロリストに通じてオリンポスの情報を売った人間をな。どうかな？根は日が経つにつれて上がっていくぞ。やっほー、あたし、ひとみ。ごめんね、仕事中に。今日タベさん家に泊まることになったんで、寝る前でいいから、あたしの部屋のロック確かめてくんない？今日も残業でチェックかい？大変だな。おかげさまで今日で終わりさ。明日はどうだい？終わってから一杯。ああ、いいね。じゃあお先に。うん。はい、私だ。何？バイオロイド瞳のデータがタルタロス破壊の前に抜き取られていたというんだな。よし、ご苦労。私だ、エスワットの隊長を呼べ。捨ててもらおうか。ゆっくりとな。よせ！私に射撃の腕を試させたいの？年貢の納め時だな。え、AJ セバスチャン、今度は手加減しないぜ。人質を放せ。その娘に何の用がある？答えろ。なんだ？
やめろ、人質がいるんだぞ。おい、事務所より運転手へ、事務所より運転手へ。どうぞ。こちら運転手、事務所どうぞ。荷札は手に入れた。繰り返す。荷札は手に入れた。了解。こちらも荷造りがたった今完了した。 いくら運転ができてもガイアの許可なしに武器は使えんぞ。承知の上だ。統合コンピューターガイアは瞳の DNA 情報を受け取るとオリンポスを植物状態にするようプログラムされている。使いづらいが、これほど確実なキーはない。タルタロス襲撃はそのデータを盗むことが目的で、破壊は単なるカモフラージュだったわけだ。瞳を使い、この都市の機能を麻痺させ、パニックを起こさせることが真の目的だったのだろう。それと我々の逮捕とどういう関係があるんですか？君らにはスパイ容疑がかかっていたのだ。バカな。以前より警察内部の情報がテロリストどもに漏れている疑いがあって、我々は密かに犯人を探していたのだ。そこへ例のセバスチャンのアジトの一件だ。 99% を追い込んでおきながら、あまりにも見事に逃げられてしまった。これから逮捕に向かうポリスが情報を漏らし、たとえ現場で出会っても知らぬふりをすればどうかな。しかも君らは外から移住してきた人間だからな。そんな、瞳を使ってこの町に連れてきたのはあんたたちじゃない。私は君らを手近に置いて監視することにした。そして今度の瞳誘拐の時も実にタイミングよく現場に居合わせた。私たちは戦っていたんです。カモフラージュかな。なぜスワットの射撃の邪魔をした？あれは瞳に当たる可能性があったんです。瞳の複製などすぐ作れる。殺してでも渡してはいけなかったのだ。人の命なんですよ。違う、我々はバイオロイドだ。人に奉仕するために作られた道具だ。役に立たなくなったもの、人間に害をなすものは取り除く。瞳は私たちの友達です。瞳を拉致したランドメイトとトレーラーはすぐに見つかったが、肝心の本人は行方不明だ。総監、我々はある有力な情報を掴んでいます。釈放してください。必ず汚名を晴らします。監視をつけてくださっても結構です。死人に口なしか。いや、こいつは重要なことを教えてくれたよ。犯人の中に警官がいるってことをな。どうすんのよこれから。何かが起ころうとしている。しかし俺たちは後手に回りすぎた。どっちにしても丸腰じゃどうにもならん。武器がいる。全員そのままで聞いてくれ。我々はあと12時間をきっかりにオリンポスに到着して荷物を受け取る。それ以外の行動は一切予定には含まれていない。戦闘行為ももちろん禁止だ。目的が達せられない場合は速やかに帰還する。以上。G17 爆破完了。R1 完了。P17 完了。これで市内にある H ブロックは一つを除いて全て破壊しました。よし。
瞳の DNA 情報を送ってガイアをストップさせることができる設備はもうここしかないんだぞ。カロン・マウソロスさん、我々は立法院より参りました。奥様の自殺のことについてちょっとお話を。奥さんは軽い精神障害のために通院されていたんですね。その時のことを話していただきたいのです。特にカルテにない家での出来事や言動とかを。どんなことでもいいんです。些細なことでも。仕方ありませんね。なんだおい、何をするんだ。何でもありませんよ。どこ行くんだ。やめろ。おい、説明してくれ。おい、説明しろ。なんとか言え。おい、何のためだ。何をしている。おい、何を見てるんだ。カロン、来て。プレイヤーそんな、まさか、そんなバカな。俺の記憶を覗いているのか。やめろ。お前たちに何の権利があるんだ。これじゃまるでモルモットじゃないか。ついてくるんだ。いやよ、なんでテロリストの手先の言うことを聞かなくちゃいけないの。行かないわ。あんたたちの思い通りになんかなるもんですか。バイオロイドはただの道具じゃないのよ。分かってる。同じ人間として協力してほしいんだ。交代だ。重要のランドメイトを運んできた。これが書類だ。おい、カロン。デュナ。よし、行っていいぞ。どうしたの。この事件には警官が絡んでる。来い。え？どうしたんだ。おい、移動本部へ連絡だ。どうしたのブリオ。あの車に瞳が乗っている。え？ネレウスの遺言を思い出せ。あ、そんなバカな。アロンが判断に感情を挟むな。罠にはまったな。いや、それとも。
車の生死を確かめろ。ままじゃいけないんだ。なんですって。オリンポスは人の住むところじゃない。それが分かって以上、世界がオリンポスに倣ってはいけない。だから世界の支配権を決定的にする多脚砲台の機密を持ち出すことにしたんだ。なんだと。中央コンピューターガイアが止まればどうなる。無論作動は不可能なはずですが。ああ、どうした。試験型はマニュアルで操縦可能です。ガイアの干渉があってもなくても行動は自由です。できないのはオリンポスの外に出ることぐらいで、それも正気なのカロン。正気さ。オリンポスの実験の犠牲者は俺たちだけでたくさんだ。あ、ディナ、ブリアレオス、俺たちはモルモットなんだ。テス隊、アルゴス隊は多脚砲台のドックへ急げ。私はガイアへ行く。緊急警報、緊急警報。ただいまからガイアは特別災害プログラムに従って自己防衛システムを作動させます。チョインは速やかに退避してください。しまった。エアポリスに連絡。砲台が。そうか、よし分かった。なんとか足止めしろ。そうか。このままガイアだ。はっ。やってくれるな。災害モードで作動しているんです。本体に侵入する者はたとえ誰であろうとテロリストとみなされ阻止装置に殺されます。総監、多脚砲台が国境を越えようとしているのだ。波の火力ではあれには勝てん。ガイアを再始動させて止めるしかない。
我々もガイアへ行きます。無駄だ、やめておけ。うるさいハエどもだ。自分たちの作ったマシンを信じられないのか。ダメです、火力が違いすぎます。ここはデータバンクの一つ。ここばかりは阻止装置もない。むやみに攻撃しようものなら自分の脳をえぐるようなものだからな。思っていたより楽かもね。この先にハードウェアの管理地区がある。そこへ行けばどうすればガイアが復活できるか分かる。そこへ行くまでに何もなければいいが。大丈夫か。客砲台は依然郊外に向かって移動中。食い止める方法はないのか。オリンポスまであと3時間。この通路の端までが約200メートル。その間にいくつあのトラップがあるか。だが行かないわけにはいかんだろう。俺が援護する。二人で突っ切れ。ブリアレオス、傷は大丈夫だ。だがこの足ではついていくのは無理だ。事件が片付いたら買い物に行こう。もちろん新品の足をな。決して立ち止まるな。脇目も振らずにただ一直線に突っ走れ。ゴデータ室の電源まで切りやがって。あたしらは味方だぞ。腐ったれ、腐ったれ。破却砲台は郊外まであと1キロ。予定通り。あれだ、あのサーキットさえ壊せばガイアは生き返るわ。あなたに任すわ。でも私右手が。私の右手よりあなたの左手の方が信用できるわ、デュナン。外れ一時方向、外れ五時方向。落ち着いて。くそ、外れ外れ。スペアはないのよ。トリガーは引くんじゃない、絞るんだ。よし、狙うんじゃない、ガンを持った手で指さすつもりで。
なんだ。それで多脚砲台を引き取りに来たヘリはどうなったんだ。ギリギリのところで発見したポリスの防空隊がスクランブルをかけて追い返したって。ふーん、一体どこの国の回し者だったのかな。まだまだ私らの仕事はなくならないね。デュナ、ごめんね。私気にしてないよ。でも私だってハンサムに頼まれれば嫌って言えないわ。あ、それってやきもちかな。バカ言うな。誰がそんなもん。この町は動物園なんだ。自分で作った檻に自分で入った動物の。